どうも、赤田です。今回はちょっとね、だいぶ半年ぶりぐらいですかね。すごい久しぶりに、ちょっとね、こちらのベニックス川越店に遊びに来ています。ちょっとね、久しぶりに、ちょっとね、どんな感じで変わってるか、いろいろね、やってみたいと思います。まずね、チップスターですね。あー、これ、どうかな。ちょっと左に、右に偏ってますね。じゃあちょっと回転を、どっちがいいかあれですけど、本時計回りで、多分ね倒しちゃうとまたきついんでしょうけどね。なんとなく今後ろにちょっと行っちゃったんで、どうかな、これで今度右で奥の方を狙ってみて手前に引っ張っていきたい。よし来い。あー危ない、倒れそうでしたね。あーでもこのまま倒しちゃいそうだな、これ失敗すると横に一回倒れちゃうとね若干やりにくいですけど、このまま手前に少し引っ張ってこれればいいですけど、どうかな、両アーム入れて、あーやっぱね、ただこれだいぶ落ちてるんで奥の方を狙えれば行ってくれないかな。滑り止めがあんまりなければスルンって端幅があるんで、ちょっと両アーム使ってちゃんと持ち上げる。ただねちょっと急丸いんでうまく上がらないかもしれないですけど、あでも今これで落ちましたね。今もう左落ちかけてるんで右の方っていうか少し寄せながら上げるイメージで、奥のバーの手前にちょっと入れてあげる。これをちょっとだけ返してくれれば、よしゲット、チップスターゲットです。飛ばしとか、まず横にしていければですけど、ちょっとグリップがね両方全部下あるんで手前も奥も、なんか横グリップが効いてないんですかね、これなんか普通の下のバーのグリップがあんまり効いてない雰囲気はありますけど、まず横にしていかなきゃいけないですね。ちょっと一旦 BC できるかもちょっとチャレンジしてみて、あ、来た来た、あとは落とす場所によりますけど、いければ、あーこれはまずいな、倒せないだろう。あーいや倒せるかな、これちょっとアームが入んないかもしれないですね。どうしようかな、ちょっと奥の方に入れて本体当たらないように入ればもしかしたら入るかも。ギリギリ倒せ、うん斜めはめ、ちょっと変な話になっちゃいましたけどね。アームが今ここが限界なんで、この辺で肘あたり入れれば回ってくれればですけど、いやどうかな、これで下まで結構入ったんで、回れ回れ回れ、あそっちに回ったか、あこれはちょっときついな。ちょっとね一旦変なとこ行き過ぎちゃったんで平行移動してもらいました。まあ、これはねちょっと奥に入れて手前に引っ張ってこれればですけど、うんちょっと左アームが入ってないですね。うんどうかな、このままちょっと手前の方に引っ張ってこれればですけど、これでちょっと両アーム入れて手前にパタンとくれば、なんかパワーがちょっとあれですかね。ちょっとじゃあ真ん中あたりにアーム入れてちょっとまっすぐ修正する感じでちょっと入ってこないかな、これで。よし、あーまだこれか、少しこれで今横になんとかしたんですけど、
でこのまんまちょっと手前持ち上げて少しパターンってなればいいですけどね。よし、ゲットゲット。めちゃくちゃ獲得音がでかかったです。ゲットです。このプリッツね、やっていきたいと思います。これちょっと端はまって立てて置いてあるので、ちょっと手前にパターン作戦がいいのかって感じですけどね。どっちかな。この角度がちょっと絶妙な雰囲気もありますけど、両アーム使ってうまく手前に持ってこれればですけど、どうかな。あー、倒れそうだな。倒れちゃうとまずいかな。ちょっと横に立っちゃいますね。でも普通に端幅あるんで、ちょっといっぱいは無理でしたけど、普通に縦はめね感じでやっても動けば、パワーがあればですけどね。これどうだろう。息沈んでくれれば。あ、いい感じに。あー、惜しいな今。ってことで右奥狙ってみます。ちょっとね、バーのね、奥の手前あたり狙ってちょっと引っ張ってこれればですけどね。あー、ちょっと入りが悪い。あ、でもグッド。今入り悪かったですけどね、なんとか行きました。プリッツね、お札ゲットです。ちょっとね、飲料系やってみます。端幅すごい広いって感じでもないんですけどね、とりあえず一旦はめる方向でちょっと持ってきます。んー、OK、よし。てか一回で取れちゃった。そう、いい感じで一回で取れちゃいましたね。ボゴティゲットです。ちょっと今びっくりしました。じゃあちょっとね、パン狙っていきます。ちょっと動きがね、出ればいいんですけど、まず DC 風に狙ってみてどうですかね。ちょっとどういう動きになるかですけど、うん、なんかすごいやっぱドカーンってなりますね。ちょっとね、少し気持ち手前。どうだろう、これでなんかね、バランスキャッチはできそうだけど、わあ、ちょっとじゃあ奥の線になったんでずり上げやってみます。ちょっとね、このままずり上げしたいけど位置が、あ、でも、アーム結構いきますね。ただ、バランス崩しちゃうかも、これ。いけ。はい、ゲット。これ多分ね、普通に縦はめとかじゃなくて、もう、DC からやるしかないかもしれないですね。ゲットです。ちょっとアームを寄せながらちょっと狙ってみますか。側面狙ってみますか。んー、どうかなこれ。ちょっとね、滑り止めがね、あまりにも効いてないんで、一旦やっぱこういう場合バー拭いてもらった方がいいですね。ちょっと動きが全然出なくなっちゃうんで、普通に縦はめ狙えるかですけど、パワーはね、なんか入ってると思うんですよね。それさえ行けばいい動きにはなってこないかな。うん、ちょっと後ろには引けましたよね、今。ちょっと真奥狙って縦はめがちゃんといくかっていうか、動きがちゃんと出るかなんですけど、さっきよりはちゃんと動くようになったような気がしますけどね。
でだんだんちょっと奥に引いていきたいんですけどね。でこの左をバー奥、これどうかな、これで奥沈んでくれればだけど、あーでもなんかこれでも動きがあれですかね、なんか抜ける感じで、ちょっとバーの手前じゃ狙ってみて、この辺だったら動くのかな、ああやっとちょっと沈んできましたね、よしよし、これでじゃあ今度奥、やっぱ動くポイントっていうのがあるから、なんかあれですよね、こうなったらちょっと奥の方を狙ってっていいと思うんですけど、うん、よしやっときたかな、これ でちょっとずり上げる、ここであんまずり上げなくてもいけるかな、どうかな、どうしようかな、ずり上げてもいいし、ちょっと事故りそうな気もするけど、ああギリギリ入った、これちょっと奥行ってくれればいいですよね、ちょっとやっぱ角度が悪いんでちょっとねこれ以上触れないんで、ちゃんと縦ハメでちょっと進めていきます、今度左今度奥狙っていってここでですね、よしちょっと順々にですけど、次でいけるかな、これでこれで左の方をちょっと浅めに入れて、あ、てか深めに入れて、あ、うわー惜しかったな、でもう一回だな、次でいきたいですね、しっかりちゃんとアーム入れて、よし、あーちょっと今押し込みが箱が立ってきちゃってるんであれですけど、あんまり本体が当たらないようなところで狙っていけばいいかな、これ、あーでもこれで落ちちゃうか、でもいけ、よしゲット、あちょっと落ちなかったですけどね、黒糖ねゲットでした、ちょっとね久しぶりに来ていろいろやってみたんですけど、結構やっぱねお客さんがいっぱいいたりもするせいもあるのかもしれないんですけど、グリップがねうまく効いてなかったりとかする場合もあったりもして、動きが出ない場合もちょっとあったなっていうような印象もあります、まあ、そういう場合ちょっとねもう拭いてもらったりするのも全然やってはくれるので、拭いてもらったりするのも一つ手かなと思いました。それではね今回の動画は以上これまでとなります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。それじゃあバイバイ。